けて、おいでよ、思い出の中から、この手紙読み直したら、あの日が揺れて滲んだ、曲がりくねった並木道を、いつも通った仲間たちの中、紺と白の制服姿が輝いていた君、石垣のある坂道を急いで登り、海に向かって船が遥か見えなくなるまで、みんなで寝転んだ、切ない気分で黙来たなら、僕が夢中になれることなんか、話したいと思っただけど、そのまま卒業してゆく、かけて止まったまま。